んにちは。白髪こだま公募パン教室クロス2の大西です。皆さんね、よく朝ごはんとか昼ごはんとか、まあ、食パンってね、よく食べると思うんですよ。で、この食パンを切るときに、どういう風にね、切ったらこう断面がきれいに切れるかっていうのをね、ちょっとお伝えしたいなと思って、今日は YouTube を撮ってみようと思っています。ちょうど先ほど、焼けました。こちらの、白髪こだま工房の角食ですね。これ先ほど、そうですね、30分ぐらい前に焼き上がったばかりの角食なんですけれども、こちらを使って食パンのね、カットの仕方というか、これ、まあ、知ってる方ももしかしたらね、いるかもしれないかなと思うんですけれども、役に立つかなと思うので、ご紹介したいと思って、はい、います。どうぞよろしくお願いいたします。これからね、食パンのちょっと切り方を、まぶしいですね、食パンの切り方を、ご紹介したいなと思います。先ほどのね、ご紹介したこちら白髪こだま工房の、角食ですね。焼きたての場合だとね、この方法ちょっと多分うまくできないと思うんで、冷めたね食パンでぜひやってみてください。はい。で、ご用意するものなんですけれども、まあ普通パンというとね、ブレッドナイフ、こちら、はい、皆さんね、お家に1本ぐらいあるかと思うんですけれども、まあ、ブレッドナイフはちょっと今日は使わないで、包丁ですね、はい、使っていきたいと思います。用意してほしいもの、まあ、包丁ですね。で、食パン。で、食パン。で、あとね、50度ぐらいのね、お湯ですね。はい。ぬるま湯っていうんですかね。今、ちょうど、51度。うん。まあ、50度ぐらいに今、なっております。はい。うん。触れるんですけども、ちょっと熱い。お風呂より熱いなという。うん。やけどするほどではないっていう感じなんですけどね。はい。で、こちらに、このナイフをちょっとこうね、入れていきたいと思います。もうちょっと大きな入れ物の方が本当はいいんですけどね。あんまりちょっとうち今いい細長い入れ物がないので、こういったものにちょっと今軽く、はい、浸してみてます。ちょっと根元の方が今通らなかったので、上からね少しかけちゃいたいなと思いますね。ちょっと根元の方も今お水をかけました。この切る時にですね、こうね、脇がわかりますかね、脇がこう開くと斜めになるんですよ。なんでこう脇をこう締めてぜひ切っていただきたいと思います。で、いきますね。はい、こういった感じになります。あまりパンくずがね、そんなに出ないで、はい、切れたかなと思うんですけれども、こういった感じですね。はい。で、もう一つの方法になるんですけれども、もう一つの方法は、もう直接ね、ガス台でこう、温めちゃうっていうね、感じですね。はい。さーっとちょっと、軽くちょっとこう、炙るっていうんですかね。はい、こんな感じです。あんまり長いことやるとね、こう、やけどしちゃうと思うので、ちょっとこう、パパパッと触って、あ、触れるなってぐらいの温度だったら大丈夫だと思います。じゃあもう一枚切っていきますね。締めて、軽く滑らせる感じで、はい。切っていきたいと思います。あ、綺麗に切れましたね。はい、こんな感じで、はい、切れました。はい、こういった感じでね、やってもらうと、ブレッドナイフの時よりも、あんまり、ちょっとまあね、耳ちょっと今出ちゃいましたけど、そんなにこう、ボロボロした感じにはね、断面にならなくて、割と綺麗に、はい、切れているかなと思いますね。はい、今日の角食はちょっとこう、もう今、まだ焼けて30分ぐらいなんで、すごくふわふわっとした、はい、押すとちょっとこう、戻ってくるって、押すと戻ってくるっていうね、とても弾力のいい、はい、白髪の角食が焼けております。はい。で、こちらこういった感じでぜひ切っていただくと良いんじゃないかと思います。ご参考になさってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。
今日はねこういった形でちょっと知ってるとねあそんなやり方もあったのかっていう、まあ、コツをで一つご紹介できたらいいなと思って、はい、YouTube 撮ってみました、まあ、たまたま今日うちの娘が食パンを食べたいと、長女は特に食パンがなんか一番好きみたいですね。シンプルなパンで薄く切ってねカリカリにトーストしてカリフワじゃなくてガリガリカリカリガリガリっていうんですかね、そういった感じの食感がとても好きみたいで、はい、明日は食パンが食べたいっていうので今日焼いてみました。売ってる食パンでも同じようにできると思いますし、ご自分でね食パン型を、まあ、持ってる方なんかでしたら、まあ、一斤型のものでね先ほどみたいな感じでこう切っていただくのもいいかなと思います。割と薄めでもとてもね綺麗に切れるんですよ。今日まだ先ほどの食パン焼いて30分ぐらいだったので、本当はもうちょっと待って落ち着いてた方がもっとね断面綺麗に切れるかなと思うんですけれども、まあ、ちょうど今YouTube 撮るのにちょっとぴったりの時間だったのでね少し撮ってしまったんですけれども、そうですね、半日ぐらい経って少し落ち着いたちょっとね味が落ち着いた食パンを切るともっとよりね綺麗に切れるんじゃないかと思います。でサンドイッチなんか作るときにこう厚さをこう薄く切りたいななんていうときに、まあ、ブレッドナイフよりもとてもねさっきの方法の方が薄さが綺麗に切っていけるのでとてもおすすめです。昔まで ああいう切り方は私全然知らなくて、まあ、ブレッドナイフでこう、まあ、1センチ弱をこう切ろうとするじゃないですか。そうするともうボロボロとこうしてしまって、ああなんかこうナイフっていうか包丁の方がいいんだなっていうのをねしてすごくねパンを切ることが快適に、はい、なりました。食パンを切ることがとても快適になったので皆さんもぜひやってみていただいたらいいかなと思います。はい、あとはお知らせなんですけれども、いよいよ今日が6月の11日なんですけれども、いよいよあさってから6月13日からクロストゥーのレッスンスタートいたします。自粛が始まってから非常にね2ヶ月、自粛期間で、まあ、お休み、まあ、3月うちの娘の、ね、受験が終わったり卒業式とかそういったことがあってもともと3月はねお休みの予定だったので、まあ、合計で、まあ、3、4、5と3ヶ月もレッスンをね休んでいて、本当にねなんかレッスンするってことは私もすごく楽しいし、皆さんにもねたくさんもちろん自分が伝えることもたくさんあるんですけれども、皆さんからね生徒さんからこういただくっていうか、そういったこのエネルギーをいただいたり皆様の笑顔がね私の活力になったりとかするんだなってすごくねこのレッスンできない期間を通してとても思いました。6月のレッスンはどういった形で予約が入っていくかなと思ってたんですけれども、おかげさまで結構ご予約いただきましてですね本当に嬉しいです。ありがとうございます。まず最初が6月13日 のレッスンから土曜日のレッスンからスタート、ぜひお時間のある方はクロストゥーンにいらしていただけると嬉しいです。まずパンを作ったことがないっていう方なんかも、まあ、ぜひねこう心をこう軽くしてまずどうかなっていう、 こう軽い気持ちでまずね一度来ていただけるととてもいいかなと思います。皆様お楽しみのこちら、はい、パンランチですね。もう本当にもう月一のご褒美ですっていう感じで本当喜んでね皆さん来ていただいて、最後本当いつも笑顔で帰っていただけることがね私も本当に嬉しいです。皆様がこのクロストゥーンに来ることって、まあ、1ヶ月のこうエネルギーチャージっていうんですかね、皆様がクロストゥーンに来ることによってこういい方に好転する待ち合わせ場所みたいな感じにねこれから慣れたらいいなと思っています。来てよかったと思えるようなねレッスンを目指していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。さようなら。